はい、じゃあパーマ巻きます。人手不足は結構深刻なようですから。でもそうらしいよ。あのわけわかんねえし、使えなさそうな大卒よりは目の前で働いてる人間の方が、まあそうだね、いいに決まってますよね。はい、それは確かにそうだよな。あとは非正規5年縛りっていうのがあって、はい、5年経つと本人が希望すれば正職にっていう、はい、だからみんな5年になる前に切られちゃうんですよね。ああ、そんな法律もあって、はい、ちょうど4年目だったんです。スルッと入る、よかったねっつって、これで安泰だねえ。大したもんなんですよ。バイトじゃダメだよね1年で就職決めて1年東京に行ったのに1年で勝手に辞めやがってそうだ勝手に辞めて、勝手に派遣になって、派遣から始まって契約にはすぐ慣れたんだけど、うん、それから4年ですね。あ、そうか、ちょっと法律が変わったからな。ええ、契約社員もね、正社員にするってことね。そうなんですよ。経理系だからもうある意味 AI に取って代われちゃう仕事がいっぱいある。はい、だからそれもちょっと心配だったんでさ、うん、